コーナーの立ち上がりが面白いっす。行きますよ。あのね、アニマルランド。はい、 YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。今から試乗しに行くんですけど、あれですよ、あれヨネックスのあれです。カーボネックスの最新のやつですね。はい、フレーム重量500g 台。行きますよ。うわ、むちゃむちゃ軽いです。やばい、やっぱり軽いですね。こう持った時に軽さがやばい感じがします。はい、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、GoPro がね、反応せへんの。僕はカーボネックス行きますよ。よし、行ってきます。アニマルさんがカーボネックス、はい、はい、はい、浮気します。コンポはアルテグラですね。アルテグラ DI2 で、そして、あ、これね、あのフロントフォーク少しカーブしてんですね。むちゃむちゃフロントフォーク、前から見た感じ細いです。とんがってますね、これ。わかります、これとがってるでしょ。やばいっすね。はい、いらっしゃい。おー、はい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 。うわ、やっぱ軽いですね。コーナーの立ち上がりが面白いっす。はい、はい、行きますよ。あのね、あの振りはむちゃくちゃ軽いですね。あ、ちょっと渋滞になっちゃいましたね。渋滞はやばいですね、さすがにね。けど、加速感はちょっと見てたんで良かったと思いますけど、今この低速で走っていると、こうコツ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 っていう感じは軽くありますけど、なんだろう、硬さっていうかね、多分これタイヤとホイールなのかな。意外と思った以上に感覚が柔らかいですね。もっとね、ガッチガチ感が出るのかなと思ったんですけど、想像以上に柔らかい感じがします。けどね、踏み応えはいいっすね。すごいね、反応いいっすよ。いいっすね。やっぱりね、こんな短いところで結構渋滞してたりとかするんで、なかなか難しいところありますけど、おお、面白い面白い。あっという間。あ、やっぱりあれだよね、これガチガチ感はないよね。ない、そうそうそう。ある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 。グン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 っていう、そのドグマとかみたいな、そういうことはまたちょっと違う感じでいきますね。ヒルクライムで山登ってったらすげえ楽しそうだね。はいはいはいね。はい、今ね、行ってきました。アルテグラの、DI2 の構成になってます。作りが非常に面白くて、ここ見て分かります、このね、この細さ、こうすごい細いんですよ。細くてペラペラな感じのイメージ、分かりますか。これあと、ここのパイプはほぼ円形で、少しちょっと潰れてる感じかな。で、上の方と下の方はもう完全に形が違います。僕がね、こうやって座ってるのにこうやって持てるという、そういう重さです。
だからもうむちゃむちゃ軽い。後ろから見た感じはこんな感じ。あのね、シートステイがむちゃくちゃ細いでしょ。1センチあるんかいっていうぐらいのね、シートステイの細さになってます。こういうとこにもね気を使ってんですね。そして出口わかります？このブレーキのこの出口、ここですよ。この作り面白いでしょ。綺麗綺麗に処理されてます。はい、こんな感じになってます。ちょっと質問したいんですけど、乗ってきたんですが、フレームが硬いってガチガチっていう感じはなかったんですけど、これってフレームは硬くないんですか？そうですね、一応こちらはあの用途としては軽量なんでヒルクライムだったりとかにおすすめなんですけど、やっぱりフレーム自体をこうたわませて、そのたわませたのを戻る力、バネ感のあるような走り方をさせるので、ロングライドなんかにも向いてるようなフレームになります。あ、はい、バネ感のやつですね。そうすると踏んだ時の感じのちょっとこう一発目グイっていう感じはあったんですけど、はい、その辺も。そうですね、それがしなって戻るとき、はい、今回は特にその戻るスピードが速いので、それが結構グッと進むような感覚になるかなと思います。あ、それでなんですね、なるほど、非常に面白いですね。なるほど。他に何かこれの特徴っていうのは何かあったりします？そうですね、まあ、今回今までになく新しい素材を今回使っているので、やっぱりその中でも、まあ、東レさんの素材もそうですし、はい、あとはその軽量っていうところがやっぱり他のメーカーさんでも限られる、500g 台で売ってますと、例えるぐらいですよね、やっぱりそれが日本の特に新潟で作ってますので、はい、そういったところが特徴でもあります。なるほど。新潟だから違うって感じなんですか？そうですね、そういうよりもやっぱり今いろんなものがいつで入ってくるかわからない状況の中で、そういうことですね。新潟で作ってるので、ある程度納期が出てくるんですね、はい、そういったところは強みのところで。なるほどなるほど。ちょっといつになるかわかんないんだよねってお客さん待たせるっていうのがなくて、まあこの時ですみたいなことは大体言えるみたいな。お問い合わせいただければ、大体の時期というのはご案内できるので。なるほど。あるそういうところでいつ頼めばいいかっていう目安になるのかなとは思います。はい、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、伺うことができました。はい、はい、ではですね、今回の動画これで終わろうと思います。今回の動画ね、面白かったな、参考になったなって方はぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録までの方よろしくお願いします。ではバイバーイ。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの公開します。チャンネル登録はこちらまでよろしくお願いします。うおー